サンバーナーディのバレーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州南部、トランスバース山脈の南側6にあるバレーである。その領域は北を、サンガブリエル山脈東部とサンバーナーディの山脈で、仕切られ、東はサンジャシント山脈、南と西はサンターナ山脈とポモナバレーで切られている。総面積は約100平方マイルあり、標高はバレーの底にあたる、 チノ市近くでの180メートルからサンバーナーディーの市やレッドランズ市近くでの420メートルまで変化している。サンターナ川。中央の山脈に囲まれた地域がサンバーナーディーのバレエサンバーナーディーのバレエはサンターナ川の2つある流域平野の1つインランドサンターナ盆地に広がっている。バレエの余った水を取り込んだこの流域の表面下には 地下大水槽に水を捉えるいくつかの大きな地下水盆地がある。それらは地のリアルトコルトン、リバーサイドアーリントン、サンバーナーディーのユカイパおよびサンティモテオの各消防地である。サンバーナーディーのあるいはバンカーヒル消防地は北東を、サンバーナーディーの山脈、北西を、サンガブリエル山脈、南西を、サンティモテオアクチ、南東をクラフトンヒルズで仕切られている。 サンアンドレアス断層とサンジャシンと断層がそれぞれサンバーナーディの山脈とサンジャシンと山脈に沿ってこのバレーに入っている。この二つの断層線はサンバーナーディの市で1 0トル足らずまで接近しており、河本峠に近い盆地の北西部では3トル足らずとなる。サンバーナーディのバレーは北、東及び南の山脈から流れ出る急流がサンターナ川盆地に集まり、 リバーサイド軍とオレンジ軍を抜けて、海に達するところにある。サンバーナーディーのバレエはもともと、セラノ族などインディアンが住んでいた。この地域に入植した初期の民は、モルモン京都であり、現在でも、そこそこの人口がある。随筆家、ジョーン・ディディオンはその随筆、金の夢を見る数人の無双家の中で、サンバーナーディーのバレエのことを、ある意味で外国の場所、 亜熱帯の白明と太平洋の柔らかい西風のあるカリフォルニア海岸部ではなく山脈のすぐ向こうにあるモハーベ砂漠に付きまとわれ時速100マイルで峠を吹き降りてきて神経を逆なでる熱く乾燥したサンタアナ風によって荒廃させられる厳しいカリフォルニアであると表現している1909年のサンバーナーディーノバレーサンバーナーディーノバレーの気候は 地中海性気候であり、冷涼から寒冷で、雨が多く、場合によっては、雪が降る冬と、乾燥し、暑い夏が特徴である。通常週間高速道路2 1五号線より、北、道215号線の東は冬に寒く、時には、降雪がある。湿地帯や高地では、聖地の低木と床の木が優勢な自然植生であり、標高600内し700メートルでは、 シャパラルに移行していく。その他の植生としては草原、水辺の林、及び混合後期樹林の組み合わせであり、バレエの北と東の山脈を区切っている。サンターナ風が花本峠からバレエに吹き下ろし、サンガブリエル山脈とサンバーナーディの山脈の間のバレエ北端から出ていく。周期に暖かく乾燥した空気が近くの花本峠を、 抜けるときに狭められて速度を早めるのでサンバーナーディの地域では特に強く感じられる。この現象が起こると丘陵部、渓谷及び山の村では山火事の危険性が著しく増加する。これには寒冷で湿った冬と乾燥した夏のサイクルが助長することになる。サンガブリエル山脈とサンバーナーディの山脈が接近する地域。縦に走っている道路が 週刊高速道路215号線。横に走っている道路が道215号線で下本峠に向かう。サンバーナーディのバレーではかなりの数の都市や町が近くのロサンゼルス市やオレンジ郡に働きに行く住民の多いベッドタウンであるがシュートに対して重要な交通中心であり続けている。約70マイル東にはロサンゼルス港やロングビーチ港があり。 国内向け貨物の高い比率を扱っているとともに、列車やトラックに乗せてこのバレエを通り世界へ輸出される製品も扱っている。ユニオンパシフィック鉄道と BNSF 鉄道がバレエを抜ける線を所有している。さらに BNSF 鉄道はサンバーナーディの市にインターモーダル輸送設備を持っている。また日本の週間高速道路やその補助道路も通っている。バレエの北にある 山岳部の町はいくつかのカリフォルニア州道が走っている。大量輸送の列車とバスはどちらもバレーの中で使われている。また空路による人と物の,の移動はオンタリオ国際空港やいくつかの一般用途空港を通じて可能である。二つ目の国際空港としてサンバーナーディの国際空港が開発中である。都市化された地域は雑誌フォーブスで アメリカ合衆国の中で最も不健康な通勤地の一つに挙げられた。サンバーナーディーのバレーにある主要都市は以下の通りである。著名なアメリカ国道66号線の一部がハイデザートを抜ける途中で週間高速道路15号線と交差している。週間高速道路10号線はポモナでバレーに入り、サンゴルゴニオ峠を越えて東に抜けローデザートに入る。 サンバーナーディのバレーには、ユニオンパシフィック鉄道と BNSF 鉄道の2本の幹線が通っている。どちらもバレー内に大きな走車場があり、国内物流の重要拠点である。ユニオンパシフィック鉄道の線は南からバレーに入り、BNSF 鉄道の線はコルトンとグランドテラスから入っている。両線はコルトンクロッシングまで北上し、そこから東に向かう。 ユニオンパシフィック鉄道は、買収するまで、サザンパシフィック鉄道の線だった二つ目の線も、持っている。この線は、西のオンタリオからバレーに入り、ロマリンダまでは、週間高速道路1 5号線に並行し、そこから南東にバレーを抜けている。BNSF 鉄道の線は、コルトンクロッシングで、インターモーダルと車の輸送場に入りそこで東に、約1マイル進む。 その後再び北に転じ、週刊高速道路215号線に沿って、デボアで、週刊高速道路15号線と出会い、下本峠を抜けて、バレエを出る。ユニオンパシフィック鉄道も、下本峠を抜ける線を所有している。コルトンにある、コルトンクロッシングは2社の線が交差する地点である。ありがとうございます。